だから今日 IWJ で、まあ、録画を撮ってくれてるんですけど、そういうインターネットメディアとかですね、日本だけなんですよこれ、インターネットメディアがきちんと情報を提供してない。韓国で なんでパククネさんがあんなに大衆のですね、民衆の批判を浴びたかというと、ほとんどネットメディアです。発信したのはね、スクープしたのもできたばっかりのちっちゃなテレビ局だったし、それを規制の新聞社なんかがこうかけたという。この国はですね、その全くダメなんですね。ハード的にはいろいろあるんだけども、そういうジャーナル、民主主義をこう確立していく社会の問題をこう暴いていくみたいなネットジャーナリズムはほとんど育てない。だから IWG なんかも本当に一生懸命みんなやってるんだけど、本当に赤字でね、大変ですよ。皆さんカンパしてあげてください。朝日新聞に4月1日の朝日新聞ですね、これ関西の大阪本社にも出たと思うんですけど、共謀罪と呼ぶ新聞社が朝日、毎日、日経で、テロ準備罪、準備罪法案だっけ、という風名前にしているのが産経読売、NHK、日報、みんなそうですね。で、どっちがいいのかみたいな特集を朝日新聞が組んだんですね。そこで小黒淳っていう、この私の同僚だった教授が言ってるのはね、各社で論調が違うように、法案や罪名の名前か呼び方が違っても違うのは悪いことだと思わないって言ってるんですよ。だからテロ等準備罪っていうのは、法案の中にどこにもないんですよ。だから、テロリズムと何の関係ないです、あの法律は。だから、その、テロ等準備罪っていう、あの長い法律の名前をですね、短くしても、テロ等準備罪にならないんですよ、絶対。テロとかそういうのは全部就職後でしかないわけで。だから、共謀罪なのに、共謀罪を隠してやってるんですよ。戦争法案なのに安保法制にしてるんですね。積極的公正主義、なんとか、平和主義。信者対米冷戦戦略戦争主義ですよ、あれは。アメリカのとこどこでも行きますっていうのが、なんで安全保障法案なんですか。だからどう名前を呼ぶかって非常に重要なんですよ。まあ、ついでに言えば京都帝国大学がね、京都大学になった時に帝国を消すだけなんですよ。東京大学のね、赤門のあれを見てください。東京大学ってあるんですよ、ここね。ドバーみたいなやつが。あれは帝国を切って貼り付けてるんですよ。わかりますか？京都帝国大学も帝国を切って貼り付けて、全部同じ教授が残って、昨日まで国語史から白鸚一夫って言ったのが、今日から平和と民主主義っていうふうに教えたんですよ。だから蜷川っていう後に知事になったね、京都大学教授は丸山公園で、君たちは天皇の子供だと、だから戦争に行くんだって言って送り出してる。その人が後に共産党系の知事になったんですよ。だから誰も彼にそのことを聞いてないんですよ。だから戦争を煽った、学徒動員を煽った教員が一人も責任取らないで、そのまま公職に残ったんです。裁判官も検察官も軍人も自衛隊に変わっていくわけですね。で、こうなったのは全部安倍晋三の祖父の岸信介が永久戦犯から解放されて菅のプリズンから出てきた。裁判を受ける前にね、その前の13人は処刑されて靖国神社に祀られてる。その時に20何人が出るんですよ。その人たちが全部戦後の日本を、アメリカの伊賀浜の日本を作ってきてるんですよね。ドイツでナチズムの先兵になった大学教授は全部追放されてます。100% アメリカに逃げた人がいるけどね。
アマゾンの方で未だに元ナチのあんとこを発見みたいな記事が時々出る。アメリカ政府も毎年ね、アメリカ入国禁止リストを作るんですけど、7-3日部隊のなんとかっていうやつが分かったんで追加っていうんで5人10人と、もう最近はみんな死んでるんでずっと追加されてましたよ。だから7-3日部隰だとか従軍慰安婦施設を作った人たちとかみんな戦争犯罪人としてですね、いまだに国際社会から訴追される可能性があるんですよ。ところが日本は東条内閣の商工大臣で朝鮮人や中国人の徴用をした、そういう総元締めの商工大臣だった岸信介が戦後総理大臣になり、日米同盟を強化し、その孫が今総理大臣をしてるんですよ。この異様さ、麻生もそうですよね。皆さんおかしくないですか。今閣僚のその20人のうち16人が日本会議のメンバーで、その多分半分以上が2世3世で、祖父がなんとか陸軍なんとか大尉とかですね、陸軍大将だとかね、そのゴロゴロ。私はね、だから必ず安倍晋三を書くときに枕言葉で、元永久戦犯東条内閣商工省の祖父だった祖父岸信介を敬愛している安倍首相はって書くんです。皆さんは大体知ってると思うんだけど、これ言い続けないとみんな忘れちゃう。